フィリピン・サンパロックから、レポートしてます。今自分がいるところは、ドミトリー街、学生さん向けの、共同ルーム、ベッドスペースが多い場所に、います。私もそこに住んでいます。ホテルがほとんどクローズ状態で、外国人および受け入れ、してくれません。まあ当たり前なんですけども、私はここでいつも、お弁当を買っています。唯一このお店がやっているお店です。お弁当どれでも、40ペソ80円で、買います。隣にドラッグストア、小さいドラッグストアがあるんですけども、まあ、ここでアルコールとかいろいろと手に入ります。なかなか入手困難なんですけど、アルコールは、コンビニエンスストアはもう売っていません。ここは昼間はいつも学生さんたちで賑わってるんですけども、今はもう閑散としています。